早速ですが皆様に質問です。猫ちゃんを抱っこする際にこんな抱っこの仕方していませんか？1万歳抱っこ、2首根っこをつかむ、3仰向け抱っこ。これらの行動をしてしまっている方は猫ちゃんに嫌われてしまったり猫ちゃんを傷つけている可能性があります。こちらの動画では猫ちゃんの正しい抱っこの方法や抱っこ嫌いを治すコツについて詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。今回は猫カフェモカラウンジ池袋東口店に在籍する大原さんに手伝ってもらいながら詳しく解説していきます。大原です。3ヶ月ほど前から猫カフェで働き始めて、爪切りやブラッシングの時に抱っこが必要なので、改めて抱っこの正しい仕方を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。正しい抱っこの仕方を知っていると猫ちゃんとコミュニケーションが取りやすくなり、猫のお世話も格段にやりやすくなります。なので今回は正しい抱っこの仕方を3つ紹介しますので、ぜひ覚えて帰ってください。はい、わかりました。正しい抱っこの仕方を解説する前に、先ほど取り上げた猫ちゃんに嫌がられる抱っこの仕方をなぜやってはいけないのか詳しく解説します。1、万歳抱っこ。それですね。結構やっちゃってる。やっちゃってる。こちらの抱っこの方法は、今大原さんがやられているように足がついている状態でしたら問題ないのですが、このまま持ち上げてしまうと猫ちゃんの前足に全ての体重がかかってしまい、この状態を長時間続けると最悪の場合脱臼してしまう可能性があります。また猫ちゃんは後ろ足がつかない不安定な場所を嫌いますので、後ろ足でもがき引っかかれてしまいます。よくあります。ありますか？はい、痛いよね。痛いです。2、首根っこをつかむ。こんな感じですか？そういうこと言いますね。もともと母猫が子猫を守るために首根っこをくわえて移動するため、確かに猫ちゃんはおとなしくなる場合があります。ただこのまま持ち上げてしまうのは危険です。子猫の時は体重が軽く問題ないのですが、成猫になって体重が重くなってからやってしまうと首を痛める可能性や呼吸が苦しくなってしまうのでやめましょう。3、仰向け抱っこ。まいちゃんこれ好きだもんね。こちらは明確にダメというものではなく、慣れていないと嫌がられてしまう抱っこの方法です。お腹は猫ちゃんの弱点になりますので、それを見せる抱っこはかなり難易度が高いです。この後お伝えする正しい抱っこの仕方を習慣化し、慣れていってからチャレンジしてみましょう。さっきの抱っこの仕方とかってやっちゃダメなんですか？やっちゃダメっていうことはないんですけども、初期はおすすめしないです。猫ちゃんとの信頼関係がないとなかなか弱点は見せてくれないので、慣れてからやってみましょう。はい、早速本題の正しい抱っこの仕方について解説していきます。ここでは持ち上げる時のコツと嫌がられない抱っこの仕方を3つずつご紹介していきます。では大原さん、普段やられている猫ちゃんの持ち上げ方を実践していただいてもいいですか？はい、はい、こんな感じですか？うん、いいですね。まあ、ちょっとね、この子抱っこがちょっと苦手なので嫌がってましたけど、持ち上げ方としては悪くないです。では抱っこするポイントですね。両手を脇の下にしっかり入れてゆっくり持ち上げます。片方の手でお尻を支えます。最後に今大原さんがやったように猫ちゃんと体を密着させてあげてください。では大原さん、ポイントを押さえてもう一度やってみましょう。はい、両脇に腕を入れてゆっくり持ち上げます。同時にお尻を持ち上げて体を密着させます。ちょっとお腹怖かったかな。頑張りました。先ほどもお伝えした通り、猫ちゃんは不安定であることに不安を覚えるので、下からお尻を支え安定させ体を密着することで安心してくれます。それではここから抱っこの仕方を紹介します。1、膝乗せ抱っこ。まさにこのような状態です。リラックスしてますね。お膝に乗せた後にマッサージをしてあげたり、優しく撫でてあげると猫ちゃんは安心してくれます。またご褒美をあげると膝に来ることがいいことと覚えてくれます。2、肩掛け抱っこ。では私が実践していきます。こんな感じです。うつ伏せ寝の状態なのと、弱点であるお腹を隠してくれるので落ち着いてくれやすいです。3、
仰向け抱っこ。この子は結構今もちょっと抱っこ苦手なんですけど、だいぶいいじゃん。こんな感じです。ちょっとずつ信頼関係ができてくるとこういう抱っこもさせてくれるようになります。ありようか。ありがとね。はい、以上盛りだくさんでしたが、嫌がられてしまう抱っこの方法から正しい抱っこの仕方までコツを解説させていただきました。大原さん、いかがでしたか？はい、なんか結構知らないとやっちゃいそうな抱っこの仕方ばっかりだったので、改めて知れてよかったです。はい、ぜひ役に立ててください。はい、はい、猫ちゃんが抱っこをさせてくれるようになると日々のケアが楽になります。また触れ合う時間が増えるので猫ちゃんの体調不良にすぐ気がつくこともできます。そして何よりモフモフの猫ちゃんとスキンシップを図れるようになることは人間としてもとっても幸せなことですよね。お伝えした内容をぜひ参考にしていただき、猫ちゃんとの素敵な時間をお過ごしください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またねー。